ヒョウモンダコは、マダコは木マダコかヒョウモンダコ族に属する4種類のタコの総称。小型だが大液腺及び筋肉、体表に猛毒のテトロドトキシンを含むことで知られ非常に危険なタコとされる。オーストラリアでは人の死亡例もある。日本ではその中の一種ほっぽらクリーナファスキャタを刺す場合が多い。一般に日本の小笠原諸島。 南西諸島以南の太平洋からオーストラリアにかけての西太平洋熱帯域、亜熱帯域に分布し、浅い海の岩礁、珊瑚礁、狭れ規定に生息する。しかし、海水温の上昇により分布北限が北上を続け、1999年には大阪湾での捕獲が記録されているほか、2009年になってからは九州北部で多く目撃されていることから、 警戒を呼びかけられている。また、日本海側や浜名湖での捕獲や目撃も報告されている。体長は10センチメートルほどの小型のタコである。他のタコと同様に体色を素早く変化させることができ、周囲の岩や海藻に似体するが刺激を受けると、青い岩や線の模様のある明るい黄色に変化する。この模様が氷柄を思わせることから、 ヒョウモンダコという和名がついた。他のタコ同様に肉食性で、カニやエビを捕食するが、捕まえられるならば、魚類も食べる。なお、野生では観察されたことはないが、実験室では、ともぐいする。人間でさえ、触られたり近づかれたりした場合は噛みつかれることがある。メスと出会ったオスは、メスの該当膜をつかみ、性死能を渡すための交節腕を該当膜空に、 何度も挿入する交尾を、メスの中に十分に、性指能が入るまで続ける。メスは、秋の終わり頃に50個ほどの卵を産み、すぐに、触手で抱えて、食料を取らず、この状態を6ヶ月間続ける。メスは、卵の孵化と共に体力を使い果たして、寿命を終えるが、妖精は次の年には、生成熟する。口述のように防御、攻撃。 餌の捕獲に毒を利用するように進化しているためか、モンダコの吸盤は小さくて弱々しく、墨を蓄える、牧獣能も大化している。泳ぎは不得意で、大抵は海底をゆっくり張っている。こうした体は強力ないものを押さえつけたり、炭を吐き散らしたりしながら、敵から逃げる必要がないためと考えられている。危険が迫ったり興奮したりすると、 鮮やかな瑠璃色のリング紋様の警告色を発することで有毒生物であることを知らせて外敵を威嚇する。ヒョウモンダコは唾液にフグと同じ毒のテトロドトキシンを含み身の危険を感じる毒の唾液を吐いたり噛みついて注入したりする。交渉により噛まれた生物はテトロドトキシン中毒により死亡することがある。ただし個体によっては噛まれた時に テトロドトキシンによる麻痺症状ではなく軟治性の皮膚改良のみが生じることが知られている。また、食しても危険とされる。従来、大気性のみにテトロドトキシンが含まれていると考えられていたが、2018年9月の日本水産学会にて、長崎大学水産環境科学総合研究科、竹垣武志淳教授らのグループが報告した内容によると、 モンダコには、筋肉、体表にもテトロドトキシンが含まれていることが分かり、同報告で食したり素手で触れないよう注意喚起を行った。オルモンダコホッポラクリーナルニラタ。ありがとうございます。